病室に戻ってきてもう7時間経ちます。でずっとこのベッドで横たわっています。起き上がっちゃいけないらしくて、こういう酸素濃度を測るやつと点滴つないでます。今日初めて赤ちゃんを抱っこした時、本当にあ、これ自分の子なんだって実感できましたね。肌がほんのり暖かくてしっとりしていて吸い付くような肌なんですよ。すごいちっちゃいのに存在感はすごく大きかったです。目がちょっと開いてて、なんか私の方をじっと見るんですよね。もう分かってるのかなって、ママはこの人可愛かった。おはようございます。9月8日6時半起床です。今看護師さん来て点滴を変えてくれました。また7時過ぎに来て採血とか顔を拭いてくれるそうです。昨日の帝王切開終わった時からずっと足のマッサージをつけていて、一晩自動で足を揉んでくれていました。おかげで血行がすごくいいです。多分この後外すのかな。7時半になりました。今看護師さんが来て採血と痛み止めの座薬を打ってくれました。今日これから先生の回診があるそうなので、またしばらく待ってます。今朝の赤ちゃんの様子を聞きました。赤ちゃんは体温が正常、酸素濃度も正常です。ただ呼吸が少し早いようです。今小児科の先生に見てもらっています。結果が分かったらお知らせします。8時10分、朝食来ました。スープ、サラダ、ご飯、デザート。昨日丸一日食べれなかったので一日ぶりの食事です。サラダがすごい多いですよね。健康食。スープをお粥にちょっとかけていただきます。今日は台風の影響で大雨、ずっと一日中雨のようです。今ご飯を食べてるんですけど、昨日の帝王切開の傷がうずくんで座薬は入れたんですけどね、まだちょっと痛いんでなかなか食が進みません。頑張って食べます。午前9時朝ごはん食べ終わってまた横になってます。10時45分今歩行の練習をしてます。かなりゆっくりではあるんですが、自分の足で歩いてトイレに行ったりしなくてはいけないので、回復が早くなるように
頑張って歩いてます。歩行練習を頑張ったのでご褒美の鉄分ゼリー飲みたいと思います。ふう。はいはい、おはよう。うん、あのね、うん、ちょっとね、問題が起きてさ、え、なんか、あの、経過を見てたんだけどね、朝から、うん、呼吸が結構早いみたいで、キューちゃんの、うん、浅い呼吸でね、あの、うん、富士山の上にいるようなね、80くらいって言ってたかな、呼吸がなんか、それで、苦しそうなんらしいんだよ、うん、なんか普通は生まれて、あの、お腹の中から、こっちの世界にさ、うん、出てきたときに、うん、あの、だん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 さ、順応してく、みたいなんだけどね、うんうん。でもなんか、それがちょっと遅いのか、うん、呼吸が浅くって、うん、だからそれが心配だからね、うん、あの、詳しい検査とかできる、もうちょっと大きい病院にね、うん、行って、見てもらった方がいいんじゃないですかって。うん、え、ってことは赤ちゃんだけ違う病院に行って。そう。え、どこの辺ですかって言ったら、まあ、近くのさ、大きい病院あるじゃん、うん。そこが受け入れができるかどうかを確認しますって感じなんだけどさ。うん、なんか、ここの先生も付き添って、うん、救急車で、なんか病院に行く。みたいな感じだね、今日中に。今日？もし空いてれば。うん、そうそうそう。パパがさ、うん、今日来れるっていうふうに話してるから、うん、その手続きとか、向こうの病院ってさ、うん、はいはい。いろいろできると、まあ、それはいいですね、みたいな感じでは言ってたけど。ああ、救急車一緒に乗って、キューちゃんと行くってことだ。そうそう。なんか、まあ、この、今、多分すぐに、緊急で搬送というわけじゃないんだけど、うん、ちょっと心配ですねっていう感じで、あ、問題は別に今のところないんだけど、うん、もしこれが肺炎とかになっちゃうと、うん、そういう 最悪な事態っていうか、いや、そうだよね。悪化することもあり得るから、うん、検査してみてもらって、あ、これは大丈夫ですよっていうふうになったら、戻ってこれるし、うん、ああ、OKOKOK。そういうふうには言ってたの。うん、だからさ、とりあえずさ、うん、来てもらっていい、こっちに。そうだよね。うん。2時の面会より前にさ。そういうことだよね。そう。緊急じゃないから別にそんな、急がなくてもいいんだけどさ。うんうんうん。まあ、じゃあ今、食事食べたら行くよ。うん。今こっちもさ、食事中だからさ。そうなんだ。うん。うん、とりあえずじゃあ。うん。OK。はい、はいはい。じゃあね。うん、じゃあね。今日は雨が降ってます。9月8日13時半今病院の方に向かっています。赤ちゃんの、ちょっと呼吸が早いみたいで、近くの大きな病院で、検査をすることになりました。これから赤ちゃんは救急車で運ばれるようです。なので、僕が一緒についていきます。今、病院に着きました。はい。あ、赤ちゃん、ご面会に来ていただいて大丈夫なので、はい、ご主人とママとゆっくり下に降りてきてもらっていいですか？はい、わかりました。ちょっと赤ちゃんの面会行けそうだから行ってみようか。歩ける？なんとか。ゆっくり。うん、じゃあ手伝うから。うん、いや、帝王切開してからさ。うん。いや、まだ、だって ね、手術後だもんね。病院に搬送される前に？そうだよね。あの、新生児室に行って面会ができるって言ってたから。キューちゃんに会ってから、うん、救急車が呼ばれるみたいなので。行こう。よいしょ。ふぅ。酸素の機械の中に入ってる、うん、あの、病院に行って検査ってなるとさ、あれかな、もう1週間ぐらい会えないってこと。あ、動いた動いた。かわいい。あれ、起きたぞ。
あやあれ足長いな、マジ。じゃあこれからさ病院で検査だけどね、頑張るんだよ。じゃあ頑張れよ。うん、検査だからね。おお、頑張る。今から、大きな病院に向かいます。時間は16時、赤ちゃんが、検査、していると思うのでその結果を聞きに行きます。今着きました。今日は本当にいろんなことがあって、いやびっくりした一日だったんですけど、Qちゃんが、急遽大病院の方に搬送されて NICU に入りました。で、まあ可能性としては新生児一過性多呼吸じゃないかっていうことを言われました。やっぱり呼吸が浅かったんで苦しい思いしてるんじゃないかなと思うとかわいそうだなと思うし、ここから良くなってくれればいいんですけど、悪化したらどうしようとか、それはちょっと不安ですね。でも先生によるとそんなに心配することではないんじゃないかっていうふうにおっしゃってくれたんですけど、でもそれでも何日間か入院するということだったので、私が入院する時間の間で帰ってこれるかどうかちょっとわからないんですね。できれば退院するまでにまたここに戻ってきて母子同室で一緒に過ごしたいんですけど、それを願ってるばかりです。コロナ対策で母親だけはNICU の中に入れて面会ができるそうなので、昨日帝王切開して今日初めて歩いた状態なので、その外出許可がいつ取れるかっていうのが先生に聞かないとわからないんですけど、明日の朝先生が来た時に回診で聞いてみて、でなるべく早く面会の許可をもらってQちゃんの様子を見に行きたいなと思ってます。夜9時半になりました。ふぅ、この出産は本当にいろんなことがありすぎて予想外のことが多すぎて疲れましたね。ヘトヘトです。特に今日は赤ちゃんが救急車で呼ばれるという事態になってしまい、本当にハラハラしました。今どっと疲れが来て9時半ですが、早めに就寝したいと思います。